ウーバーイーツで全部頼んでみたら。全部は頼んでない。2万5千円分頼みました。イエーイ。高いんだか安いんだかわからない。高いわ。じゃあチンジンローっていう恵比寿の中華料理屋を頼んでみました。開けるで。でも今日はリスレさんが来る予定だったんやけどな。ゲストおったの。あの人はね、絶賛の遅刻です。じゃあ分かった、開けていくね。これはフカヒレセットのフカヒレです。ありがとう。あ、なんかすごそうよ、いっぱい入ってる。あ、顔が切れてる。あ、すごいすごいすごい、ゴージャスよ。怖い、落ち着いてね。急がないと殺人事件なんて。落ち着いてね。チャッキー言ったのよ。本当に怖い。お弁当屋さんの人みたい。わかる。すごいよ。はい、ということで今回の YouTube ではですね、あ、モデルのリセさん、あ、サムネイル、サムネイル撮ってポーチで辻三昧。ダサー。私今日ね、小顔矯正で言ってたの。あのギュッとこのウィーンってやるやつ、ウィーンってやるやつ。あなたちょっとティッシュを置くじゃんか。顔がティッシュを、デカいがすごい。グライドが強い。違うの、アリセさんデカいがすごい。待ってよ。アリセさん、おいでつけてやったから。事務所 NG になるの嫌だから押さえてこんなで。どういけた。こっち向いて、おでこおでこ。これキャンメイクなんです。これみんな言われるの、キャンメイクのくまくまやこみたいなさ、入れ物なんだけどね。これちっちゃいし、すごい毛穴でするのすごくいいのよ、これ。はい、ということで今回はね、ジンジンローっていうお店のウーバーイーツをやってみました。ほとんど全種類。はい、なんで今日はこれで終わる。これで終わんない、もうちょっと食べるよね、ちょっと。チュース。今日はね、5人のご飯会なんですよ。お疲れ様です。ちゃんと綺麗に映ってる。うるさ。綺麗綺麗。まだテカってる。まだテカってる。もうキャンメイク浴びなさい。ダメよ。浴びて。違う、ほらでも綺麗なんですよ。いやいや、綺麗よ、マンコ。じゃあ今日小顔矯正に行ってきたの。聞いたさ。いただきます。いただきます。骨を動かして。これでもね、骨良かったの。骨じゃない、星が。星高かった。いただきます。高かった。うん。ね、でも味が美味しい。うん。冷めてるけど。なんかちゃんとしてる感じよか。うん、冷めてる。誰がチャーハンでいつも頼んだの？たかし。食べれるよ。食べれるね。まあ、小籠包は美味しいですけれども、冷めますので。ジンジンロー美味しい。でも冷める。なんでとこ？温めたらいい。ジンジンローじゃないの？ジンジンローってどういう？そんな感じなくない？うん、いや、そうだ。大丈夫な。ジンジンローって待って、どうしたの、欲不満なの？何だった？ありがとう。ジンジンロー。でもジンジンするのもそんな変わんないじゃん。すごい、どうでもいいからして。今日さ、あのすごい絶対に聞くっていうオリンピック選手とかをやってる生徒に行ってたのね、紹介を受けて。小室さんなんだけど、興味あったら紹介して。腕は良かった。ただね、生徒のベッドでここに穴開いてんじゃん。ちょっと椿によるやだやだ。マイナスプロモーションじゃない、平気。お店の前とか行ってない。行ってない、まだ。でもだからさ、そういうなんかケアが大事よねって思っちゃう。大事だよね。これ言ってあげようかなって一応思ったの。ただ言ってあげた方があって、無言で拭くかも。私だった。私はなんかナリンのなんかあのコスメキッチンのオイルをちょっと偏頭痛がするかもしれないんで、下向くと空気が移って、ここにちょっと塗っていいですかって。そんなタイプだね。私ならでも言っちゃうかもしれない。え、臭いって？あの、ちょっと匂うので変えてもいいですかって。私だったら言うよ。それで？そう。いや、そうじゃなくて、なんで言えるの？違うの。ね、私ってなんか仲悪いっけ？悪くない、そこがいい話。なんでコミュニケーションとってくれたの？鼻がいいの、私。うん、人よりめちゃくちゃ。お母さんね、犬年だから。うん、はい、犬年。そう、私は猿なんだけど。待って待って、もうあんたもおかしいだろ。あ、犬年ね。あんたの青犬って何なの？でもね、関係してるんだって、絶対に言ってたもん、占いの人は。まあ、そうね、わかるわかる。私はね、猿年だから手がすごい長い。で、関係してるの、あと何年？ヘビ。ほら、顔がヘビじゃない。何年？たかし何年？これね、おやつ入ってる。羊か。あ、でもちょっと羊顔じゃん。顔顔顔顔。あの人言うじゃない。あんた蛇年わかる。うちの母も蛇年だから。しつこかった。執念深い。自分のハンカチ使ってる。だって顔が出てる。いやいや、顔がここに出て、ここがもう妻の匂い。ここが妻の匂い。きっともうこれでよだれ垂らして寝ちゃった人がいるってことだね。そう。だから一回アルコールの自主で拭かせてもらうかも、その中のこのグループの。それでも臭いんでしょ、多分。
ないけど、でもな、私はなんとか匂いがしない1時間を過ごしたい、うん、でも別に我慢したんでしょ、ま、した、うん、だってさあ、ねサービスこっちとらも、あ、でも鼻が詰まってきたねって言って、ナリンの上でってやってそれでこうやって休めじゃない、でも言ってあげるのもさ、お店のためじゃない、だってまたさ、次に行くわけ、分かる分かる、彼のためにね、そうそういうことよ、待って、あれかおかえり、このおかえりってほっこりしない、うん、かわいいなんで言うといつもここ来るときにおかえりって言ってくれるから、うん、日による、人による、わかる、さっき私おかえりって言われなかったか、言われないねえ汚い、ゲップが出ちゃった、汚い、いいよ編集でなんかシャラララみたいな大変もう少なくともこの早口は字幕つけてるだけだ、本当にいつも気の毒だなと思うから、あ、気の毒だね、そっか編集の人がやってんのか、そうよ感謝よ、本田さんごきげんよう、今日もありがとう、いつも追われててごめんね、あと私が何言ってるのか聞き取れないかもしれない、大丈夫、私たちもっと聞き取れないから、そうね、あなたたちの方が駆け足かもしれない、そうなの、もうちょっとね、クリスマスですね、皆さん、あ、そうだ、クリスマスの話しなきゃ、いつも行きつけのカフェがあるわけ、きっとね、うん、で、こう、いつもいつも会う人がいるんで、珍しくやってね、あなた長いから、それで私の理想は、そのいつも行ってるカフェで、いつも会う人がいるんだけど、いつもまあ会釈ぐらいよ、出会いの話、うん、分かる、うん、いや、待って待って、聞こみんな早く、うん、ゆっくりなのこの人、みんな今食べると分かる、今ガムシロップ入れてくださいっていうふうにいつも言うわけよ、ね、聞いてる、青菜食べたもん、あ、これ青菜食べた、こういうの続けてって言ってるの、したらいつだったら、いつかクリスマスの日に23日とかにね、ギューッいつも私が頼んでるものを覚えてくれてて、はい、そのコーヒーを一杯おごってくれるっていう、ここからスタートするっていう理想のストーリー、クリスマスとはどこが関係あるの、いやいやシビアだなあんた24日の話、あ、24日に知り合うのね、そう、ちなみに視聴者さんとか知りたいのはさ、なんかモデル有瀬舞子が選ぶおすすめなクリスマスプレゼントとか、あといいスポットとかね、あ、いいスポットとか、すっごい本当はね、すっごいキラキラしたは、違うアリセさんでも YouTube には向いてる気がする、ちゃんとやればな、ほんと跳ねるよ、何やるってあんた跳ねる絶対跳ねると面白いと思う、え、誰からもらうプレゼント、彼氏、彼氏、彼氏結婚はしてない、してない、あー付き合って1年目、あー楽しいね、初めてのクリスマスってこと、うん、10万だな、あっ、それじゃあ何、ボーナスぐらいのもの、え、冬のボーナスです、ね、夏のボーナスです、ね、その確認やめてそんなにお金のない彼氏とは付き合ったこと一回もないけど、付き合ってなかったら、あんた本当にね、あんた今好感度すげえ下がってる、元々ね、ボタン押してくださいじゃ元からね、あの若い人に興味がないから、おじさんが好きなのがおじさんとしか付き合ったことがない、おじさんが全員ね、お金持ちだと思ったら面白いよね、本当に品がないわね、品はいつもないじゃん、そんなのこの YouTube で品はもう海に捨ててきたのよね、いやいや海は捨ててない、いい加減にしたんだ、違う、それで深みって言うんでしょ、うまい、うまくない、あんた本当にめまたシャララララ、なんかさ、なんかさ、すごいさ、エイリアンなのかと思うぐらい変なゲップするよ、わかる、あるね、急いでるの、こう YouTube とか撮ってる時早く喋らなきゃと思ってるから、すごいんだよ、ごめん、私ね、盛り付けるチャンスはないの、はい、どうぞ、じゃあ、自分が思っているものじゃないものが来てしまった場合、がっかりしたプレゼントが来た場合、なんて答えるのが正解ですか、あんまりもうサプライズにはしてない、我が家は、あ、うちもしてる、だからその次から商品券もらってた、毎回誕生日も結婚祝いも全部商品券、マリセさんにはそうした、なんかそれさ、これがこれを買ってっていうでもなんかお金がもったいないじゃん、どうせ、そう、せっかくなら喜んでほしいかな、だからこちらには商品券、生活を豊かにしてくれるもの、何ざっくり、え、だからさ、キャンドルとかさ、急に好感度上げようとしてる、わかる、もうこれは取り戻しすぎるさっきのこれは取り戻しがもう効かないと思う、じゃあ誕生日プレゼントは何が欲しい、はい、私はロイベのバッグ、え、あんた本当に嫌味な女ねでもね、聞いて今年30なのよ、特別な年なのよ、なんか言ってるよ、もうでも物を選んでる、そう、だからもうサプライズにしないくて欲しいものをもらった方が嬉しい、ありがとうってなりそうじゃない、年齢ね、うん、年齢そうですよね、あの誕生日祝いと一緒ですよね、うん、もうサプライズで分かってる、じゃあ普通に食べたいもの食べさせていいって、うん、だからクリスマスとかもあれじゃない、何が欲しい、洋服、それともアクセサリー、それともなんか
旅行とか、なんか洗濯聞いて何がいい洋服ってやったら洋服サプライズで何か買えるみたいな。まあね、でもそれはまた着ない服だったらいややこしい、もう待って、ループしちゃう。ちょっとだけ見せてあげて、このカメラに。泣いてるの、絶対泣いてるの。泣いてないから。泣いてる。いや、なんかね、すごい見やけっこみたいなんだよね、ライちゃん。はい、ということで今回はですね、アリセイさんと YouTube を撮らせていただきました。ヒロミちゃんは今帰ってくるってだから間に合いませんでした。またこの YouTube で撮ろうと思うので見てください。それではさようなら、バイバーイ。バイバーイ。アリセイさん、ありがとう。何の動画だったんですかね、これ。何の動画だったんや。何の動画だったの、これ。いいな。はい、皆さんこんにちは。本日も、YouTube を見てくださりありがとうございました。あー、うるさー、ほんとに。うちの家。それ何？あ、お仕事のやつ。はい、ひろみちゃん行くよ。今回も動画見てくださりありがとうございました。今回の動画でもまたコメント返しをしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。コメント返しはこちらの都合で申し訳ございません。5分間に区切ってバーっと答えていきますので、よろしくお願いします。はい、ね、これさ、マダムって書いてあるの。マッシュ、うん、ムッシュ。あ、ムッシュ。はい、ごめんなさい。あ、うわ、最低。お前入れちゃって、お前が今やん。はい、はい、くうすけさん、お誕生日の月間たくさん動画が上がって嬉しいです。小鳥さんのお顔がまさかのおしゃれ。あー、あのね、井の田コーヒーに小鳥おってん。深見ちゃんの表現大好きです。また楽しみにしてます。井の田コーヒーって何やったっけ。京都のコーヒーやん。え、バンバン行くで。はい、リホポンさん。ねえ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 、深見ちゃんの統一性がないです。バンバかね。バンバか。はい、今何て言ったの。バンバン。クーエスさん、いつも深見ちゃんの一人旅見てると私も一人旅行くのにしようかな。しミニミニさん、最後の後ろの女性ファンの方かなと思って見ちゃいました。ファンの方やって。え、最後、井の田コーヒーで、本日も動画見てください。ありがとうございました。また撮ります。後ろからな、手荷物を大量に持った、バーキン持ったお姉さんがこうやって走り込んでくる。え、そこだけ。そう。でもさ、あじゃりもち食べたやろ。どこでさ、どこで見られてるか分からへんから、ちゃんと集中しないとね。昨日ね、カフェでね、私ね、BL 読んでたの。うん。そしたらね、まあまあ携帯見えてるじゃん。こうカウンターでね。そしたらね、あの、声かけていいですか。BL って何？あの、ボーイズラブです。それは男同士がやってるシーンある。ある。あ、それは怖いよね。カフェではさ、カフェではやる。いやいや、別にそれを見て興奮してたわけじゃない。いやいや、絵本じゃない。いや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 、少女漫画と一緒。少女漫画も塗ればあるから。あ、で、こうやってパーって見てて、おい、喋って、コメント返しやん。で、ちょっと笑ったりもしてるわけ、BL やから、面白いから。そしたら、隣の人やで、40分ぐらいで、うん、ひろみちゃんって。はい、よ、喋って、お前、話しながら。私、友の会です。ごきげんようって言われて。中見てとか、だから、どこで見れてるか分からへんねってことを気をつけないとねって。次、アンダーバー、小野さん。お散歩ライブ先に見ちゃってさ、京都編と思ったら、今日のくだりに漏れない大爆笑で、深見ちゃん、笑い神様降臨。ほんと、今度は都内の最強の縁結び、東京大神宮に行ってみてください。東京大神宮ってどこ？え、なんで行ったことないの？行ったことない。え、私あるよ。なんで？どこやったっけ、あれ。なんか変な、飯田橋の方やね。知らんかった。あ、猫いっぱいいるとこ。うん、違う。あの、すっごい儲かってる神社。神大寺や。あ、すっごい儲かってる神大寺。もうね、金の匂い。次、めぐみめぐみさん、湯葉鍋とっても美味しそうです。この動画の頃とは打って変わってすっかり寒くなってきましたね。ひろみちゃん、かみちゃん、何鍋が好きですか。私、鍋嫌い。ネギ。次、ヒロディさん、最後まさかの今日でビビったわ。でも結構今日たくさん入ってくるのないじゃないから、どうも前、うんってことで次行ってみよう。ね、今日っていいんだって。清水寺って今日ばっかりやねんて。今日っていいねんて。目が出るやから。今が一番悪いよって、こっから上がっていくよって意味やから、いいことやねんて。次、コトさん、三流三元堂の仏様の中に一体だけ自分に似てる顔がいるって聞いたことがある。今日つながらけないように見ててすごく楽しかった。こんにちは、ありがとう。三流三元堂って何。三流三、あのな、仏像が仙台さ、こっちに向かって何それってるところあるんだよ。フォーシーズンの近くあって。続いて、ちゃんちーさん、今日のおみくじ初めて見ました。ほんと？けど、もうここからうなぎ登り確定ですね。うなぎ登りって、うん、うなぎ登り素敵やね。でも次、 AK さん、井の田コーヒー閉店。あの新清水の広いお顔が見えます。閉店な、閉店してて、閉店な。お前見ろよ、動画潰れたぐらいお前やけんな、ほんとに。次、潰れたいちご京都さん、井の田清水支店でクラブハウスサンドいただいた時、マスタードがとっても効いてて、母と二人で悶絶しました。それ以来クラブハウスサンドでハマっています。なんか素敵、なんか素敵やね、お母さんと。なんか素敵、やっぱり友の会ってやっぱり。はい、桜さん、今日清水さんって僕アシスタントの名前やん。だからいつも清水寺の清水寺やってるもんで、なんでもいいわ。今日清水寺やってんで。嘘つけ。そうやねんで。今日清水寺、清水寺やったのに清水寺って名前を書いただけやねんで。清水寺行ってきたよ、さくらさんね。お前やで。自主神社に。お前やで。自主神社って。お前やで。自主神社。お前やで。うっさいな、ほんとに。今作り話。自主神社ってなんなんやろ。作り話。自主神社ってなんなんや。自主神社って知ってる？知らんよ。
そんな言い方、そんな言い方、神社やから、そんな言い方、バチ当たる。人力車のお兄さん、イケメンでした。人力車のお兄さん、私ね、タイプじゃないね。自主神社。うん。続いて、五十嵐さん、ごきげんよう。今日、私も高校の修学旅行で行った清水寺で引いたおみくじが今日だったから、誰にも言わず、そっと持ち帰った記憶があります。ねえねえねえ、自主ってどんな日やったの？自主性の自主。もうずいぶん前ですが、確か大吉と今日がいっぱいある。あ、大吉と今日がいっぱいあるんや。最後、グリタオさん。あ、すごい。ごきげんよう。深見ちゃんがお参りしているところはどちら様が撮ってるのかしら。マーシー。ああ、そう。あの、私たちの、すごい長いお友達。本当に15年、16年前から、あの、中学卒業してから、大阪に出た時から友達の人に撮ってもらいました。両辺を結ぶ神社でしたって。あ、ねえねえねえ。終わったわ。ねえねえねえ、もう一回だけ最後。あの、京都にいる人たち、安井コンピラ。え？合ってる？コンピラさんやろ？うん、なんかその神社めちゃくちゃ聞くねん。縁切りの神社やねんけど、悪い、悪縁を断ち入れて良縁を結ぶっていうので、僕行ってみたん、去年か一昨年。はい。すっごいうまくいったから、絶対行った方がいいと思う。はい、ということで、今回もコメント返し見てくださりがとうございます。ね、僕一個だけ質問があって。何？おみくじ引いた時って、次の年のその日までなのか、それともその年の最後までなのか、どっちなの？あれは商売やから、名前引いてもいいね。その時はあんた、ほんとに。バチ当たるで。バチ当たるわ、あんた。おみくじもだって、カラーコピーから出てきてる。これ誕生日にこのコメント返しとって、あんたバチ当たるで。私腕めっちゃ生えてる。いただくあ、うん、さよなら